ワッキー貝山の夏型紹介。ワッキー貝山です。仙台でタレント活動しております、ハンナです。よろしくお願いいたします。ハンナもちょっと常連感といいますか、馴染んできましたね。まあ一応これで一旦お休みなんですけど、また出てください。はい、また出ます。グッドボタンが多ければまた出ますから。あー、ちょっと皆さんお願いします。はい、ハンナわかんない、ワッキー界も知らない人はね、ちょっとグッてくださいよ。グッてください。出ます。結構あー、ツイッターかな、ツイッター、ツイッターしか言ってない。ほぼお会いさまで結構出ます。うわー、悔しい。やらしいやらしいですね。やっつ、はい、じゃあ今回もですね、懐かしのコスモスのガチャガチャから、はい、はい、こちら見てもらいましょう。どうぞ。出てきました、じゃん、ね、あら、電話メモ帳300円。これは印刷部、印刷部、何でもありますね。後ろの電話はもうね、はい、携帯じゃないですから。本当だ、ね、プッシュ本、プッシュ本、プッシュ本、あのこのガラガラってやる次あたりですか。そう、プッシュ本の横に電話メモ帳ね、これ見た感じがダイヤル式ですけど、レトロですね。なんだりかんだり、確かにコスモスは、はい、まずこれメモですね。大きい。まあまあね。はいはい。はい、一瞬裏だけの食パンかなって思って。電話だ。本当腹切りキャラだからね。20万ぐらいね、ノートが。書きやすい。無地だから。すごく。本当だ。ちゃんとね、コスモスってね、ロゴ入ってるから、ね。コスモスって書いてますね。でね、メモ。ペン可愛いですね。花柄。ちょっと女の子意識してますね。でね、あのコスモスの。はい。コスモスってちょっとロゴ持って、ほんとだ、おー、もっと、あ、鉛筆だ。ちょっと今音聞こえました、ね、あ、なんか癖になる。おじさん、もう一回もう一回、すごい、あ、何の映像だ。すっきりしました。これとこれついてね、うん、電話メモ帳、こんなでかい箱に入れてるんですよ。300円で買うかどうか。300円で。これもう言っちゃいますけど、はい、1回100円だったと思います。え、ちょ、なんで300円だったんですかね。だってお得感あるんです。あ、そうなんですね、はい、差を出してたんですね、はい、ということでね、うん、今回は電話メモ帳ということなんですね。はい、まあ、いろいろメモするシーズンですからね。メモするシーズンってそんな決まってませんけど、ね、どうなんですかね、はい、そんなわけで気に入っていただきましたら、うん、チャンネル登録よろしくお願いします。高評価もお願いします。はい、はなちゃんまた出るといいね。また出たいです、はい、やってください。また読みますか、はい、出しますか、読みました。